激しい練習だけしてたって結果出ません。力んでいいことは一つもないですよ。どうぞ。あ、こんにちは。こんにちは。村田先生ですか。そうです。あ、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。はい。おお。こちらの治療院でやられてるというですね。はい。お噂では60歳を過ぎてからすごい記録をお持ちだというふうに伺ったんですけども。2回一番になったことありますか。はいはいはい。こっちがね、59歳の時ですね。59歳の時は、あ、これも第1位。そうですね。2時間54分06秒。そうですね。はい。59歳。はい。そして、こちらが61歳の時です。どれですか？こっちですね。あ、これ、はい、これですか？はい。61歳。あ、本当だ。2歳年食ったのに、2時間50分04秒静岡マラソン、全然こっちの方が早いじゃないですか。へえ、すごい記録ですねこれは。このタイムの1ヶ月前後にですね、はい、ハーフ、はい、それから青梅の30キロ、30キロ、それからフルと、その後の、何ヶ月か後のサルマ湖の100キロ、はい、全部50代の記録全部塗り替えました。61歳で、はい、練習してましたしね、一番よく練習ができた年ではありましたね。あ、はい、月にどのぐらい走ってらっしゃるんですか。最高の時は600キロ走りました。600キロ、はい、一番人生の中で一番楽しい時間が60過ぎでしたから。いつもこのコースで走ってらっしゃるんですか。そうですね、はい。地形がね、アップダウンが非常に多いところなんで、はいはいはい、この公園中心にして、はい、坂登ったり降りたりを繰り返すことができるんです。疲れだとか、うん、そういったことを取るための、え、何か村田先生の秘密の、もう私はね、一貫してなんですけど、もう常に首から腰のライン、はい、背骨のラインをもう徹底的にほぐす。こういうやつですね。あ、これマッサージの、はい、へえ。あと、その場所によっては、はい、こういう、いや、これは野球のボールですけど、テニスボールなんかでもいいと思いますね。え、これを代用して、はい、代用してっていうか、ちょっとした時間ですけど、はいはい、仕事と仕事の合間の10分とか15分使って、はい、ほぐす、それだけでも、ね、全然違うんですよ。あとは、うん、テニスボールでも野球のボールでもいいんですけども、はい、それをこう自分の凝ってる場所に当てるっていうことですよね。今背中に、はい、当たってますね。当たってますね、はいはい。おお、凝ってる場所に当てると、はい、痛いけど気持ちのいい場所ってあるんです。うん、でそこをこうゴシゴシこう自分で、これ10分ぐらいやるだけで全然軽くなりますよ。すごくハードな練習したり、それから仕事で例えばノルマに追われるように仕事してると、はい、自律神経の、緊張する神経の交感神経めちゃくちゃ消耗するんですね、はいはい、でそうすると興奮しすぎてて夜眠れなかったりする経験ありません。します。でしょ。本当にします。でそれを解消するにはどうすればいいかというと、はい、もう一方の自律神経のリラックスする神経の副交感神経を高めればいいんですよ、はい、で背中の脇っていうのは背骨から神経が出て内臓にこう神経が回ってますから、うん、そこをほぐしてあげると内臓の働きが良くなって食欲が出てきて、で副交感神経が高まってぐっすり眠れる。先ほど言われてたそのぐっすり眠るということに関して言うと、はい、背中の凝りもさることながら
ぱり頭に近い方、そうです、首とか、ね、一番大事です。首は一番、それをほぐす方法ってありますか。うん、今これ使ってやった方がいいですけど、同じように、はい、私の場合も針、自分で針打ったりもするんですけど、はいはいはい、まあ、なかなか針打つことを自分でする人はあ、こういう感じですね。枕の上に、そうです、野球のボールやテニスボールを置いて、あと首をこう動かしていけばいいですね。これも同じようにその凝りに合わせてという。そうです、そうです、自分の凝ってる場所を知るっていうことですね。あ、人それぞれちょっと場所はそれぞれ違うとは思いますけど、はい、自分で工夫されるといいんじゃないかなと思いますね。主に一人ですか。家内と、あ、奥様と、いつも二人です、はい。奥様はライバルだ。そうです結構ウルトラ強くて、はいはい、最後あの後半抜かれることはよくあります。負けるんですかあの練習してても嫌な顔されませんかなるほどね、理解があるもんね。そう、一緒に走ってますか、はい。じゃあ速さの秘密の一つでもありますね。そうですね村瀬先生、これから先、ランナーとして目標は何でしょうか。一応2つありまして、はい、1つは65から70歳まで、70歳まで100キロ走れる体力を維持したい、はい、でその中で体調のいい、もし時期があったとするならば、そこでサブ3狙って走ってみたい。フルマラソンで、はい、そうです。できそうですか。やりたいですね。